皆さんおはようございます。私がこれ磯田康夫、70歳になりました。66歳の時に外国語大学へ行きまして英語の勉強を始めまして、69歳で検疫合格、70歳になった現在は、この英語系動画を作って皆さんと一緒に英語力アップということでやっております。でこの動画以外にもね、いくつものプロジェクトをやってるんですよね。ズームを使ったものですけれどもやっております。でまあそういうのに参加したいということでしたら、この動画登録とメルマガ登録をしていただきますと、ズームの部屋の中に入るコードをお渡ししますので、そこで自由にこう皆さんと一緒にこう仲間作りができると、でその中で英語の勉強ができるというふうになっております。で今ね、一応今一番人気のプロジェクトは英作文とプロジェクトってやってまして、一級準一級を対象とした英作文の添削ですね、やっております。でまあ今のところ定員いっぱいなんですけどね、まあオブザーバー参加もできますので、申し込んでいただければいいと思います。申し込みはちなみにこの下に書いてあります、概要欄にね、竹川英会話スクールの、案内が出てますが、その中に竹川先生のアドレスが書いてありますので、竹川先生の方へお申し込んでください。あの方が事務局をやっておられますということで、ちなみに最低はね、ドクターケープがやっておられますので、はい、いうことで、それとね、以前からちょっと連絡してました女性会員のインタビューをやるということで、今のところね、2名の方の OK が取れてるんですよね。で、もう1名の方、ちょっとまだ、計画中なんですけれども、まあ、3名ぐらい、女性インタビューの OK が取れましたら、今週中に動画撮りをやりまして、来週からちょっと編集したものをアップできるような、大体そういう感じの予定でやっております。で、最近はね、ここね、私が YouTuber が男性ということもあって、従来、会員は、男性の方が多かったんです。2対1ぐらいだったんです。でも最近のね、入会状況を見てみますと、もうほぼ半々、あるいは女性の方が多くなるというような状態が出てるんですよね。で、例えばね、土曜日、ズーム飲み会やりましたよね。あれなんかやりますとね、深夜ですね、午後10時以降の真夜中に近づいてくるに従って、もう最終はもう全員女性という風な状態になってしまってるんですよね。それぐらい女性の数が増えてきてます。割合がね、増えてきてます。で、まあ、特にね、家庭をお持ちの主婦の方の場合ね、自由時間が作れるというのが夜10時過ぎぐらいから後という、かなり深夜に近い時間帯が自由時間というのも、家のごたごたとか片付け終わって、特にお子さんが小さい方の場合、子供寝かしつけたりしたらもう結局9時回って10時頃になっちゃうという、こういう状況があるんですよね。ですから、しかも、主婦業の場合は土曜日曜も関係なくあるわけですから、曜日関係なく仕事あるわけですよね。ですから土曜の夜言っても10時過ぎぐらいからしか出てこれないんで、結果的に夜の10時過ぎはもう全員主婦ばっかりになっちゃうという、そういう現象が起こっておりますということなんで、女性インタビューっていうのは結構それなりに意味があると思いますね。特にね、女性の場合はそういう家庭と、あるいは子育てと英語の勉強という、その辺をどういうふうにバランスとってやっておられるのかとか、あるいは配偶者との問題ですよね。その辺も非常に大きい問題がいろいろ抱えて、女性独特の問題を抱えられておられますのでね、女性インタビューっていうのは結構こう意味があると思います。で、今のところはそういう形で進んでるということですね。まあ来週ぐらいにアップできると思いますので、ということでお待ちください。それが1点ですね、女性インタビューの件。それともう1個は、ちょっとお気づきだと思うんですけど、この動画の下の方を見ていただきたいんですけども、従来高評価と低評価ついてましたけど、低評価の方が見えなくなってますよね。で、これはね、別に私だけの動画に起こってることではなく、すべての動画を、Google がそういうふうに変更してきましたですね。ですから、どの動画を見られても、高評価の数字については分かるけど、低評価の数字は分からないというふうになってますね。で、ちなみにこの高評価、低評価についてなんですけど、まあ、我々、作ってる側ですよね。YouTuber 側からしましては、この低評価っていうのは非常に
常に評判悪いんですよ。もうこれやめた方がいいっていうのは圧倒的意見として多く出てたんです。ね、皆さん一生懸命作っておられるのにね、それに低評価つけてくるっていうのも、まあ、よほどね、自由があってつけるんだったらわかるけれども、ほとんどの場合はなんかこう、嫌がらせ的につけるとか、面白半分につけるっていうのはほとんどなんですよね。ですから見ていただいたらわかると思うんですけども、まあ、私の動画には当然低評価ついておりますけれども、このどの動画、もういかなる動画見ていても、どんな動画作って誰が作っても低評価っていうのは一定数の割合で入ってくるんですよね。ですからあんなほとんどこの意味がないですよね、うん、そういうふうに私も思っておりました。でまあそういうことで見えなくしてて、まあ Google 側の説明によりますとね、どういうことかというと、要するに YouTuber に注意を促す、だから君の動画はこういう高評価あるけど低評価もあるんだぜと、ちょっとその辺考えたらどうなんです、それを励みにしてこのバランス取ってやってよという、まあそういう意味があってこの低評価ボタンというのがあるそうなんですよね。ただまあそんなに意味があるとも私には思えないんですけど、というようなことから低評価は見えなくなって、これはまあ Google 側がねやってることなんですけれども、そういうふうに変わってきてますねということが一点あります。でまあね、ああいうのをつける人って本当どうかと思うんだけども、いるんだよね、そういう人がいますね。はい、まあ、どんな人生を送っておられるか知らないけれど、まあネガティブな人生だけは生きたくないですよね。私はそういう生き方はしたくないです。はい、いうことが、一点ですね。それからあと、今英作文コーナーもそうなんですけども、まあ、ちょっとね、こう私のところへこういろいろこう、意見が来るんですけれども、まあ、その一つの代表的な意見というのはどういうことかというとね、結構、まあ、ドクターケープの要求する高いレベルなんですよね。それに対して、その、メンバーの方のルールが、こう、低空飛行してるもんだから、このギャップが大きい。だから、ドクターの方としては普通に何気にこう言うてるだけのことが、この人たちにとってはもう大変な思いで、うわ、またドクターあんなこと言ってるっていう、そういうイメージになってしまってるんですよね。で、この辺はね、ちょっとなんとか改善したいなとは思っております。まあ、その辺のことはやりたいなと思ってます。で、それともう一つはね、結構ね、テーマが、難しいテーマがやっぱりかなり多いんですよね。で、その辺で、まあ一つの考え方としましてはね、テーマ難しいんだけど、あえて難しいテーマに挑戦していただいて、現代の様々な社会問題を調べる契機としてほしいという、まあそういうことがあります。確かにその通りなんですよね。ですから、幅広い教養をつけていただかないことには、これから世の中出て困るよと、そういう意味合いも込めて、まあテーマのが、結構レベルの高いテーマが出てくるっていうのは、そういう意味なんですよね。でも実際にはね、なかなかそこまで手が回らないというか、もう英語作るだけで精一杯なのに、もうさらにこんな小難しいこと言ってくられて、もう調べる時間もないぞという話もあるんですよね。で、まあ、その辺の解決策も私何考えております。でね、まあ、私がこの英作文添削したちょっとした感想を言わせていただきますとね、かなりねずれた回答してくる人が結構多いんですよ。一応ね、ルールとしてはテーマ与えられたらイエスかノーのポジションを自分で決めて、そのポジションに従って3つの理由を挙げてくるということになってるんですけども、その3つの理由がね、結構あるいい面もあるんだけど、そっから途中から急になんか最初言ってた理由から違う話になっていくという、そういうずれた方向へ行くっていう、エッセイが非常に多いというか、私見たん全部そうだったんですよ。つまり、きっちり理由言って、それを説明する。で、理由2を言って、結論を言って、理由こういう理由だって言って、その理由を説明する。理由3を挙げて、理由3の説明するという、そういう形になってないんですよね。でね、これなんでこういうふうに、こう、つまり向こうから直球投げてきたら、当然直球で返さないかんのに、なんか横の方へ返したり、なんか球持ったままうろうろうろとどっか行っちゃうという、そういう状態になぜなるのかということなんですけど、これね、私ね、日本人の特徴だと思うんですよ。これ日本文化の特徴なんですよね。英語圏のようにこう言うたらこう返す、こう言ったらこう返すということを避けたいと、こう思ってるんだと思うんですよ。ですから、こう言ってくれたところにバツンと返すと、こう論争になっちゃうので、それを避けるためになんとなくちょっとこうずらす、あるいはなんとなくぼかすという、そういう心理が働いてるって、理由1、2、3に対して明確な証明をしない、わざと意図的にちょっと、意図的というか無意識的にずらしちゃうんですよね。つまり自分の意見があんまり強すぎるので、それをなんとなくぼかした話へと、こう、
ずらすという、これがね、非常に多い、非常に多いですね。で、まあ、あくまでエッセイっていうのは、これはあくまで作られた、キャッチボールのことなんですからね、それなりのルールに従ってやる必要があるっていうことが、私は感じたことなんですよね、これ。だから、これは結局ね、日本文化とこの英語圏の文化のかなりの相違がそういうところにも出てきてるなというふうに思います。で、あとね、もう一つはね、技術の関係、特に今日の社会って科学技術が非常に大きな割合、ウェイトを占めてて、そのために、基本的なことを分かっていないと、非常にトンチンカンなことを考えている、あるいはトンチンカンな回答をしてしまうということが非常に多いんですよね。で、この動画の中でもね、いくつか現代の問題になっている技術について私、発言してるんですよね。そしたら後でコメントとか私のところに来るんですよ。で、ちょっとそのことを詳しく説明していただきたいというコメントがいくつか入ってきてます。で、まあ、それもやらなければいけないだろうなと思うんですけど、まあ、この動画は英語系動画ということで、別に技術系のそういう内容をやる動画じゃないので、ちょっとずれた話にもなるのかなと思ってて、それでね、一応私が考えてますのはね、ズームの方で、ズーム会議の中、新たにね、ズームで私がレクチャーやるというスケジュールを別途作りたいと思います。でね、まあ、今月末か、あるいは正月三が日の終わりの方ぐらいに、2時間ぐらい私がちょっとレクチャーやろうんで、出てきていただいて、当然質疑応答もできるという、そういうので、現代の技術の問題点、それとあと社会システムの問題点ですよね。それを一回話したいと思います。例えばね、最近ちょっと取り上げてたで言いますと、例えば電気自動車の問題点ですよね。それから今JR 東海 JR がやってるリニアモーターカーですよね。はっきり言いますけど、あれ 100% 失敗しますよ。100% ね、もううまくいかないです。それは別に静岡県が反対してるとか、そういうことでは関係なく、あれ技術的に無理なんですよね。で、それの点をもうはっきりさせる必要があるということですよね。で、それとあと、最近も非常に環境問題、うじゃふじゃと言われておりますけれども、その中でも非常にこう、ある種暴走気味なのが、地球温暖化論ですよね。で、これはね、非常に問題の多い論争なんですよね。で、ここを正確にどう把握するのか。で、さらにもっと言いますとね、今日ね、科学技術これほど万能ではないということなんですよ。で、よくわからないことの方が圧倒的に多いわけですね。で、それに対してね、どういうこと、まあ、一番ね、ちょっと数学的なことも分かってほしいんだけど、線形と非線形という現象なんですよね。それをきっちりと把握する必要があるんですよね。で、自然界の現象っていうのは、ほとんど全部非線形現象なんです。で、この非線形現象っていうのをどういうふうに捉えるかという、で、それはね、予測っていうのは不可能なんですよね。っていうか、非常に難しいんですよね。で、それがなぜ非常に難しいのかということもきっちりと分かっていないと、ああいう安っぽい俗流科学にあっという間に足揃われて、これがエビデンスだって言われると、そうなの、そんなエビデンスがあるって思っちゃうんですよね。そんなの全部嘘っぱちなんだけどね。まあ結論は分かんないんだよね。分かんないことをいかにも分かったように言うようなんですよね。で、その最後にあるのはね、政治的な話とかそういった金とかが絡んできてるんですよね。で、金とか政治が絡んできてるっていう、その辺がもう一般の人はなかなか見えないのでね、どうしてもこういう形でマスコミがわーっと取り上げてやっちゃうと、もうそっちの方に載せられてしまうのでね、そこに非常に正確な視点を持ってほしいということで、そのことをね、ちょっとやっぱりこの動画としては、政治的にずれる面もありますので、私がズームでレクチャーやりますので、まあ、あくまで、ですが会員だけっていうことになりますのでね、聞きたいということでしたら、この動画登録と、メルマガ登録していただきましたら、ズームに参加できるようになりますのでね、そこで、質疑応答もできるようになってますので、そちらへ来てくださいということで、それを大体、いわゆる現代の技術に対するレクチャーを、大体2時間ぐらい質疑応答を始めてやるのを年末かあるいは正月の休みの間かに企画しておりますので、ちょっとまあご期待くださいという、まあ、この動画だけを見に来ている方にはね、ちょっともう結論部分だけがパラパラっと出るぐらいで、そうなってくるとね、また誤解が生じるんだよね。で、また、そういうふうにもう一つはっきりわからない人から、トンチンカンな批判が来るんですよね。だから、それが非常に困るんですよね、このトンチンカンな批判がね。もう正確に分かって
て批判するんだったらいいんだけど、そうじゃないっていうのが圧倒的に大きいから、その辺の問題もあるよなというふうに、ですからきっちりと動画で往復ができる状態を作っておいてやりたいというのが私の気持ちなんですよね。ここで一方的にやってもね、もう一つ誤解を生む恐れが多いなと思っております。それが、これからの課題の、いくつかのうちの一つということで挙げておきますので、今日ちょっとね寒くなってきましたけど頑張っていきましょう。